ポールシッター1979年、アムステルダムポールシッティングは、竿の上に長時間座る習慣であり、一般に持久力のテストとして使用される。典型的には、ポールの上部に小さな段が座るもののために置かれる。スタント俳優で元船乗りのアルビン、シップレイク・ケリーに率いられて、フラッグポールシッティングは1920年代、半ばから後半に流行したが、 しかし大恐慌の開始後にほとんどが消滅した。ポールシッティングは中東区業という古代金欲主義の規律あるいはコラムーシッティングより古い。アンティオキアの唐唐者シメオンはコラムの商談に36年間座っていたコラムーシッターであった。1929年に23日間のポールシッティング記録を破った14歳のウィリアムルパートフラッグポールシッティングは 1920年代半ばから後半の流行であった。この流行はスタント俳優と元船乗りによって始められた。アルビン、シップレック・ケリーは友人の挑みで出なければまたは宣伝の離れ技としてフラッグポールに座った。シップレックの最初の1924年の嫉妬は13時間13分続いた。それはすぐに他の競技者らが12、 17、そして21日間という記録を打ち立てる流行になった。1929年にシップレックはタイトルを取り戻す決心をした。彼はニュージャージー州アトランティックシティで49日間フラッグポールに座り新記録を樹立した。翌1930年、彼の記録はアイオワ州ストロベリーポイントでビルペンフィールドによって破られた。 彼は51日20時間フラッグポールに座って、ついに雷雨が彼を倒した。ほとんどの場合、ポールシッティングは1920年代に限られ、大恐慌の始まりとともに終わった。ありがとうございます。